大阪市高速電気軌道線日前線。千日前線は、大阪府大阪市福島区の野田阪神駅から同市、行野の区の南辰美駅までを結ぶ、大阪市高速電気軌道の路線。正式名称は高速電気軌道第5号線と称し、鉄道要欄では5号線、千日前線と記載されている。駅番号を表す際に用いられる路線記号は、S。 ラインカラーは、南馬新地や千日前のネオンサインをイメージした、紅梅色、ピンク、チェリーローズである。大阪市中心部では新名庭筋と、大阪南の繁華街を横断する千日前通りの地下を走る。全線のうちの半分近くにあたる桜川駅、鶴橋駅間で、阪神南馬線、および近鉄南馬線、大阪線と並行する。 大阪メトロの8路線の中では利用客数は6番目2013年度の1日平均利用者数は18万1238人で列車は短い4両編成で運行されているホームは8両編成対応であるが列車の停車しない部分には柵が設置され他線への乗り換え通路や出口への通路として使用されない場合は閉鎖されて駅によっては 資材置き場となっており、その部分は照明も薄暗くなっている。ニュートラム南港ポートタウン線を除く、大阪メトロのすべての地下鉄路線との乗り換えが可能である。大阪メトロでは初めて、全駅に LCD の案内板が設置された。その後、LCD 案内板は、今里筋線や中央線にも導入されている。年に、全駅で可動式ホーム柵 ホームドアが導入され、2015年1月13日からワンマン運転を開始した。運賃計算には、淡沢駅谷町9丁目駅間のキロ数型、線経由と同じになるよう調整された営業キロに対応する、区数を用いる。野田阪神駅、南辰見駅間の運転を基本としており、日中は7分30秒間隔、1時間あたり8本で運転される。 この他に出港を兼ねて、今里発と阿波座発の列車が運行されている。野田阪神駅では原則として1番線だけが使用されており、同駅の2番線にはエレベーターやエスカレーターが設置されていない。このために、ほぼ大半の野田阪神駅の列車は、野田阪神駅1番線から列が発車するまで、玉川駅で時間調整を行う。朝夕ラッシュや夕ラッシュ時と夜に、 野田阪神駅に番線に到着する列車が数本設定されており、注意喚起のため時刻表には、同駅に番線に到着する列車に印が載されている。なお、2009年度までは、何はヨド川花火大会の観客輸送のために年に一度野田阪神発、今里駅区間列車が数本設定されていたが、2013年3月23日の、 ダイヤ改正で設定された23時50分、野田阪神発の終列車はそれを定期化したものである。今里駅は2014年8月30日の可動式ホーム柵の設置に伴うダイヤ改正で南辰巳駅に変更され廃止された。車両の夜間留置は南辰巳駅では基本的に一番線に4両に編成が留置される。 一番線が工事で使われていない場合は二番線に留置される。また、今里駅では、基本的に、駅構内から見える新深海側の留置線 U ーへ四両二本が留置される。また、今里駅すぐの鶴橋寄りにある留置線 QT へ留置され、留置線 10T には、補線の車両が留置される。また、野田半信駅二番線に四両二本、または一本が留置され、 阿波座駅の西長堀駅よりにある、阿波座駅から見える位置にある、阿波座駅の側線 4AT に4両1本、または2本が留置される、U と 9T、10T、4AT の記号は、入出庫線、または留置線の記号である。阿波座駅に乗務員の詰め所である阿波座乗務所があるため、乗務員は、阿波座駅下り一番線ホームで交代していたが、施設老朽化のため、 2015年3月21日の終電で、阿波座常務所を閉鎖し、翌3月22日から常務所を今里に移転し、今里常務所を開設した。以後は千日前線の乗務員交代は、今里駅1番線、下りホームで行われるが、数本だけ、今里駅2番線、上りホームで交代する。千日前線の車両の完全冷房化はかなり遅れた。 同線専用の初の申請車両は、現在使われている二十五系で、同車導入までは、打線で使用された車両が回されていた。一方、保安面では、車内信号式の CSATC を、大阪市営地下鉄で、初めて導入している。線内に、車両検査の施設、淡座駅側線はあるが、車両は、中央線の森宮検車場の所属となっているため、 同検車場の入出庫のため中央線を走行する。そのため、淡沢駅構内には両線を結ぶ連絡線がある。なお、この他に、今里検車区がかつてあったが、2011年に廃止された。森宮検車場の施設老朽化のため四つ橋線の緑木検車場に工場機能一元化される予定で、中央線と四つ橋線との間に3号4号間。 車両改装連絡線が建設されており、緑木検査場への改装の際はさらにその連絡線を通る。留置施設はそのまま森の宮に残す。ワンマン運転開始後の2015年10月19日には25計画編成の VVVF ステッカー下にワンマンステッカーが貼られた。また、車両の外側についていた転落防止ホロが 可動式ホーム作の設置により不要に行ったため、取り外された。1948年に、それまで計画としてあった、東西線案、4号線から分離し、東西方向における、幹線級路線として、神崎川平野間の路線が、計画された。また、仙北ニュータウンへのアクセス路線としても、検討されていたことがあった。上記のキロ数は、10キロ。 南辰美駅から近鉄大阪線水戸駅方面への延伸計画がある。1989年の運輸政策審議会第1 5号等審で今後整備検討すべき路線として示され、同年に大阪市の交通事業の設置等に関する条例で計画路として定められている。しかし、大阪市及び大阪市交通局の厳しい財政事情を背景に、 交通局の民営化や上場も含めた経営改善計画が検討されているため、今里筋線の南半分など、他の計画路線と同様に建設計画は凍結されている。なお、下記東信に出てくる神崎川野田阪神館については、1997年3月に JR 東西線、鹿島エビエ間が開通した。区間は高想、東信、 計画が出された時点において未完のものを示す。全駅大阪府大阪市に所在。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。